はい、後藤輝樹です。今日の動画はですね、コロナ禍で生き抜く力っていう、動画です。私、トランスヒューマニスト党首ですけども、これからどんどん世界は変わっていくんですけれども、コロナは茶番と言っておりますけども、私。コロナを利用して、世界を変革していくっていう形になっているんですけども、なので、これからどん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 世界が変わっていきます。自動運転とかも。普通に使うようになりますし、いろいろ変わっていくと思うんですね。その中で、コロナで仕事を、今までの仕事と変わらざるを得ないような、状態に、陥った人ってたくさんいると思うんですけれども、じゃあそこで、じゃあ今までやってたものがダメになった。じゃあどうやって対応していくかっていう力を、つけさせるために今の期間があるっていうことなんですね。なので、コロナで、どうしようっていうふうに、何もせず待ってるんじゃなくて、こういったコロナ禍の中でどうやって変化して対応していくか、それが私たちの我々人間の進化につながっていくので、どんな状況か、どんな環境下でも、変わっていくこと、前向きに、より良い、人類、人間、社会、世界に変えていく、力を蓄えるため、力をつけるためのコロナ禍なんで、変化に対応していってほしいと思います。それが、試されていると。なので、コロナ禍いずれ終わるから、このまま我慢してよっていうことではなくて、今こういう状況の中で、自分は何ができるか、そう思って生きていただければと思っております。ということで、以上、後藤輝樹でした。お前ら愛してるぜ。